こんにちは、ビハイアの寺崎です。アニメ、ゲーム、漫画のニュースをお伝えさせていただきます。読売新聞が報じてるんですけれども、ポケモン映画でナレーションをですね、 AKB48 の渡辺真由さんですかね、が担当されるということで、ちょっと AKB 疎いので申し訳ございません。映画ポケモンザムービー XY の完成披露試写会が、6日都内で開かれまして、声優を務めた松本梨香さん、三田佳子さん、山寺浩一さん、中川翔子さん、足立梨香さん、中川家の、剛さんとレイさんですね、と AKB48 の渡辺さんが登壇されまして、で、まあ、今回ですね、同時上映の短編映画ピカチュウこれ何の鍵のナレーションをこの渡辺さんが務めたということです。まあ、ポケモンというヒットメガヒットコンテンツと AKB というメガヒットコンテンツのコラボレーションということで、まあ、こちらのファンも見に行くということで、観客動員が今から楽しみだなというふうに思っております。まあ、こういった形でですね、いろいろとそのシナジーじゃないですけれども、まあ、共にやっていくということで、まあ、この私も好きなアニメ業界というものがですね、より飛躍していけばなというふうに思っております。まあ、こういった形でいろいろと、まあ、どんどんコラボレーションしていただければ、面白い化学反応が起きるんだよということも重ねて思っておりますので、引き続き応援してまいりたいというふうに思っております。以上、ニュースをお伝えいたしました。